大西隆之は大阪府東大阪市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。血液型は AB 型。妻は女子プロゴルファーの坂上春美。小学校3年生の時に内野手として野球をはじめ、主に一塁手としてプレーする。中学校の入学と同時に外野手に転校し、中堅手一筋になる。 中学卒業後は1987年に大阪三大高校大投校者へ進学するが一年時の同年夏に中退。その後に転入した鹿児島商工高校では三年時の春と夏にいずれも一番中堅守として甲子園に出場。野球部の同学年に吉鶴健児がいる。高校卒業後はアジア大学に進学するが一年時の秋に中退。 その後は、天城ベースボールクラブに入部し、江藤新一や岡島博次監督の指導を受ける。ヤオハンジャパン公式野球部となった1994年には、都市大抗にも出場し、伊スズ自動車との1回戦では日本の本塁打を放っている。同年のドラフト6位で中日ドラゴンズに入団。背番号は58。1九9六年五月十六日の、 横浜戦でアロンゾ、パウエルの代奏として1軍に初出場し、6月4日の阪神戦では10回表に、古水克行から1軍での初安打となる、中前安打を放つ。8月6日の対広島戦では8番、中堅守として1軍で初先発出場を果たし、9月24日の横浜戦で9回表に、とかのなおから1軍での初本塁打となる左越えに、 ラン本塁打を放つ。九百九十八年八月二十一日の横浜戦では9回表に守護神、佐々木和弘から同点にラン本塁打を放った。この年の MVP に輝いた佐々木にとっては、これが唯一の非本塁打であり、大西自身も同年唯一の本塁打であった。星野千一監督は、守備はできても攻めることができないことの例えとして、大西を、 自衛隊と呼んでいた。後に、中日応援団は、守護神粉砕大西隆之と入った、横断幕を作成した。その後も、ダイソーや守備固めとして、数多く起用され、一軍に定着した。2002年には、打撃面でもブレーク。2003年は、規定打席には満たなかったものの、2年連続で、打率3割を記録した。この年は主に左翼手として、 石川光一と併用されて出場することが多かった。2004年は打撃が振るわず、出場機会を減らした。2005年は前年に引き続き、中堅守にはアレックスオチョア、右翼守には福留光介がいたために、左翼守のポジションをめぐって、井上和樹、森野正彦、英一、大友進との争奪戦となった。 この年の大西は何回かの活躍があったものの、出場機会は大幅に減少。結局、同年後半は出場機会には恵まれなかった。2005年オフに金銭トレードで読売ジャイアンツへ移籍。背番号は00。2006年は20試合の出場に終わり、オフに現役引退を表明した。引退後は巨人の東海地区スカウトを担当し、 中井大輔らを獲得して、東海地区の人材開拓に大きく貢献。2009年からは2軍がイ守備、ソウルイコーチに就任し、背番号は79に決まった。2011年からは1軍がイ守備、ソウルイコーチを務め、攻撃時には1塁ベースコーチとして、グラウンドに立つ。2016年には、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の 日本代表外野守備、総類コーチ、サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表コーチを務めた。2018年限りで巨人のコーチを退任。2019年には球団職員としてジャイアンツアカデミーのコーチを務めた。その傍らヒテレジータスの巨人関連番組のコメンテーターとして出演。2020年からは、 中京テレビ東海ラジオ解説者に中日スポーツ評論家として本格活動する総合種三拍子揃った外野手中日時代の監督である星野千一を振り返り怖かったけど時々見せる優しさがたまらなかった人だったと語っている巨人コーチ時代に監督の原田つもりから言われたコーチも監督のつもりで 勝利のために必死になってほしいという言葉が脳裏に深く刻まれているという。八オ半時代はスーパーマーケットが職場であった。シーズンオフになると2、3ヶ月の間は菓子や日用品の陳列、レジ打ちなどの仕事を終えた後、昼から野球の練習という生活をしていた。一人暮らしをしていた時代もあり、野菜売り場の女性に、今晩、鍋をするからこの野菜買うよというと、料理ができない。 大西のために野菜を切ってくれたという。皆がアットホームな感じの雰囲気であり、社会人として働いた経験があったことで、お金のありがたみを学んだという。ありがとうございます。